こんばんは。君とアイドリッシュナイト、アイドリッシュセブンの七瀬陸です。泉伊織です。二階堂大和です。泉美月です。みなさんこんばんは。私はナギバルハルトフォンノース。ごめん、ちょっとカメラ止めて。でガウチ、痛いです。なんで自分の名前持ってんだよ。普通に本名言えよ。お、本名？私の名前です。え、カメラ止められない？なんで？生放送？生放送なの？でしたら事前に教えてくださいよ。あ、慌てないで。カメ落とさないで。それじゃあ最初のコーナー、伝えそびれてすいません。行ってみましょう。違う違う、それコーナー名じゃないから。めくって、早くめくって。こんばんは。君とアイドリッシュナイト、アイドリッシュセブンの泉美月です。今日はここにいるメンバーでドミノにチャレンジしたいと思います。地味じゃね。うっせえな。にぎやかに並べていけばいいだろう。俺、倒すとこだけやりたい。みんなやりたいんだよ。オッケー、じゃんけんしましょう。負けた人並べましょう。俺、じゃんけん弱いんだよな。最初はグー、じゃんけんポンでパーを出すタイプでしょ。え？ああ、そうかも。なんでわかった？心理的に先に出されたものに勝てる選択をしてしまうんですよ、ひねりのない人は。ムカつくな。じゃあ僕が並べておくよ。みんなは他のことしていたら。そうか、悪いな。いいですよ、こういう作業得意だから。優しいな、相互さん。あ、そういえばこの前見ましたよ、メッツォの出てた音楽番組。本当？おう、音楽番組で思い出しました。借りていたライブ DVD お返ししますとともに、マジカルココナの DVD お貸しします。え、強制？ほんのお礼です。俺もう2週も見たぜ。聞いてくれよ、この前こいつさ。お腹すいた。
プリンばっか食ってるからだろ。自炊してんの？ちゃんと。いやそれがさ。皆さんすみません、番組中だってことお分かりですか。君とアイドリッシュナイト、アイドリッシュセブンの二階堂大和です。今日は前回募集したお便りコーナーをやります。たくさんのメッセージありがとうございました。すごい、番組っぽい。リーダー偉いな。まず最初のお便りです。どうして総吾くんと玉木くんだけデビューすることになったんですか？ああ、これはね、俺もショックだったんだ。きっかけは二人が引き抜きにあ、正気ですか？言っていいことと悪いことくらいそろそろ分かりましょう。つうかこういうお便りってスタッフが答えやすいもの選別するもんなんじゃねえの？多分これメール来た順に並べてある。うちのマネージャー律儀だからな。うん、質問なんて答えます？嘘のこと答えますか？嘘とか言わないで、お願いだから。本当のことは話せません。でもまあ不本意でした。はい、次。やっぱ、ヤマトさんも不本意だったんだ。だってお前ら、すげえ頑張ってたからさ、なんとかしてやりたくってさ。だからこの話広げないで。